皆さんこんにちは。ソレア心理カウンセリングセンターの高間です。今日はザ・ストレスということについて話します。少し前にFM のコミュニティラジオで出演した時にストレス解消法という質問をいただいて、少し喋ったんですが、なんか私も あの時何喋ろうかなと思って結局グタグタになってしまって、改めてもう一度ちょっと整理してみようかなと、簡単にですけれども思いました。で、こうストレスっていうとこう我々の世代でこう記憶にあるのは森高千里のザ・ストレスっていうそのものの歌がありましたね。森高の作詞です。彼女がこうストレスを感じているのか、それはね感じているとは思うんですけれども、歌を歌っている姿からするとストレスフリーなこう女性のような感じがしますね。詩の内容もそういう内容です。でも実際にそういう詩書いてるから実生活がどうかというとそんなことはないのだろうと思いますけれど、やっぱりストレスはストレスで、ストレス対処法なんですけれども、どうすればいいのかっていうのはこれは一口には言えないっていう、本当にもうそれだけなんですけれども、要はそのストレスのその強度によって、対処できるものもあれば対処できないものもあるし、人によってはその上司から叱られたっていうのが人によっては100点満点ストレス10の人もいればストレス90の人もいるわけで、その時の対処法っていうのもまた違ってくると思います。ちなみにですね、ホームズという人のラジオ番組で私ラザルスって言ってましたけれど、ラザルスはストレスに関しての研究で、そのストレスというライフイベントを研究したのはホームズでした。ここでちょっと訂正しておきます。そのアメリカの精神科医なんですね。でそれ調べたの1968年なんで、もう随分前、50年ぐらい前になりますね。50年以上ですね。でそんなことなのでこれは新しいものではないです。でも参考になる文献としては参考になるので、もう一度ご紹介しておくと、ベスト3ナンバーワンが配偶者の死、これがストレスマックス100です。2番目が離婚です。これ73ストレス73で、3番目が別居、全部はパートナー関係ですね。別居は65です。ちなみに、7番目に結婚が入ってきます。ストレス50、25番目が性交っていうのもありますね。ストレス28で、41番目が長期休暇、ストレス13っていう、これは今の時代からするとちょっとこれ違うのかなと思います。ネットでの人間関係っていうものがどっかにこう入ってくると思いますし、これはアメリカ調べなんで、日本で文化的な民族的なものもあると思います。で実際にですね、どういう対処法があるのかっていうのは、そのストレスの強度によって違うのではないかと思います。一つは認知行動療法的に言うと、どういう気晴らしをするのかというところだと思うんですね。その気晴らしでそのストレス強度が
落ちればそれ対処法としてよかったということになるでしょうし、ただこのね配偶者の死とか、まあ、こういうのはどんなことをしてもストレスが減るわけではないので、むしろ何かやってストレスが減った場合はそれはちょっとその人がおかしいのか、まあおかしいと言わなくても無理してるのか、まあそういうことなんだと思います。ストレス減らなくてもいいんですね、そういう場合は。でまあ気晴らしがこうできないとしたら、まあ、カウンセリングに来ていただくっていうのがいいと思います。でそのベースとしてはね、カウンセリング来ても気晴らしをしたとしてもベースとなるのはその生活のリズムを整えていくっていうことだと思うんですね。朝起きて、そうですね、朝食食べて、で仕事行って帰って風呂入って寝る、まあ、そういうこう生活のリズムを整えていくこと、まあマインドフルな生活をしてくださいということがそれベースとしてあって、その上に気晴らしが載っていますね。気晴らしっていうのはまあ運動とか作業とかそういうんで構いません、趣味でいいです。で一番てっぺんにもカウンセリング、どうしようもなければカウンセリングに来ていただくということになるかと思います。ストレス対処法の三層構造ですね。三角の山、一番下が、生活を整えるマインドフルな生活、二番目中段が気晴らし運動や作業で、一番てっぺんにカウンセリング、まあ、そういうふうに考えられていいのかなと思います。ちょっとまとまったかな、まあ、ちょっとよくわからないですけれど、今日はストレスということについてちょっと話してみました。またこのテーマで違う切り口でも話そうかと思いますのでよろしくお願いします。ソレア心理カウンセリングセンターの高間でした。